はい、インドのデリーです。今から飛行機乗ってインドのインパール行きます。地図で見ると、ここです。そこインドなのって思うでしょ？インドなんですよ。ギリギリインドです。インドの右の方、東の方はバングラデシュの覆いかぶさるような形になっててね、7つの州があります。知ってました？で、この辺り秘境って言われたり、陸の孤島って言われたりするんですけども、その中でも面白いのが、ここ日本人にそっくりな顔の人々が住んでるんですよ。そんな街、気になりますよね。ちょっと行ってみます。タイとかミャンマーの向こうに日本人みたいな人が住んでるって最高に面白いですよね。そりゃ行かないと。デリーとか行ってる場合じゃない。で、今回ドスコイはドバイから飛んできたんですけども、ドバイからインパールへの直行便はなくてね、必ずデリーとかコルカタとか、インドの大都市を経由しないといけないです。国際線が飛んでないんですね、インパールは。で、今から乗る便は、グワハティ経由のインパール行きです。途中停車駅あるんが、やばないって感じですけども、さすがにデリーからインパールは直行便はあります。でもこの便が安かったんですよ。ドバイからインパールまで 26,690 円でした。で、グワハティってどこかっていうとね、このインドの右の方で一番でかい街です。このグワハティも日本人みたいな顔の人がいっぱい住んでます。あと、このインドの右の方では紅茶で有名なアッサムっていう街もありますね。そこもいつか行きたいわ。で、飛行機はすでに離陸してるんですけども、しばらくするとデリーの郊外のマンション群が見えてきました。これニュータウンかな。デリーってカオスなイメージしかないですけども、郊外の方行ったら味わい深いニュータウンとかあるのかな。それも気になりますね。また今度行きます。で、機内食が出ました。インドの飛行機の機内食って大体カレー味のものだと思うんですけども、カレー味じゃなくてね、やっぱりこれインドだけどインドじゃないところに行く便だからかなとか思ったけど、多分関係ないです。ちなみにこのインドだけどインドじゃないっていう表現、地元の人が一番そう思ってるみたいなので、この言い方問題ないと考えてます。はい。で、しばらくするとグワハティの街が見えてきました。人口約96万人で、今調べたらグワハティ自体がアッサム州なんですね。知らなかったです。はい。で、グワハティで降りていく人がみんな降りていきます。もうほとんど降りました。ドスコイ含めて多分5、6人しか残ってなかったんじゃないかな。でも、この機内の時点で日本人みたいな顔の方々結構いました。今映ってる方々はインドインドしてますけども、ドスコイの左の方に座った人とかね、かなり日本人に近かったですよ。東アジア系というか。で、チケットの確認と、あと掃除機かけてましたね。なんか行っちゃいけないところにいる感ありました。乗客が乗ってくる前の飛行機に忍び込んでる感ありましたね。で、しばらくするとグワハティからインパールまで乗る乗客の方々が乗ってきました。ちょっと今見えてた人、日本人っぽい顔だったでしょ。で、ドスコの横にも日本人っぽい顔の人乗ってきたんですけども、えらい荷物が多くてね、バーゲンセールの帰りがーいみたいな感じでね、ドスコは良かったんですけども、 CA さんは困ってました。で、しばらくするとインパールの郊外が見えてきました。戸建てがいっぱい建ってる感じかな。で、こんな感じでね、川沿いに集落がへばりついてるようなところがあったりとかしてね、これも味わい深いですよね。で、さらに行くと、これ見て、なんか丸いのがいっぱいあるでしょ。これロクタクレイクって言ってね、インパール周辺で一番有名な観光地です。そう、池にこういう丸い何かがいっぱい浮かんでるんですよ。で、今調べてみたら、これ浮き草らしくてね、草なんですよ。自然とこう丸くなるそうです。で、この浮き草の上で住んでる人もいるとか、面白いですね。ただ今回はここには行きません。すいません。この湖インパールからオートリクシャーで1時間ぐらいかかるんですよ。で、空の上からもう見れたし、もういいでしょ。すいません。それで勘弁してください。で、インパールの空港に着きました。思ったより建物立派でね。で、外国人と地元の人で入り口が分かれてました。もうデリーで入国はしてるんですけどね、なぜかイミグレみたいなのがあります。はい。ってことで着きました。これがインパールでーす。インドで一番東にある大きめの町です。ここよりもっと先にも東の方に町はあるんですけども、まあ、大きな大都市っているのはもうここが一番東かな。で、さっきからわかるようにここインドなんですけども、日本人とかまあ韓国人とか東アジアと同じような顔の人たちが住んでるんですよ。なんかモンゴル人に近いような気もするけども、インド人って言われて頭に浮かぶ人たちいないですよね。あの、全くないわけじゃないんですけど、でも想像以上に東アジアみたいな顔の人ばっかりですね。すごいな。で、この空港は結構ちっちゃくてね、SIM カードを売ってるお店とかもないし、あと、両替所も多分なかった、ないと思う。両替所もなかったですと。だからドスコイ、デリーの空港でね、結構多めに両替したんですよ。なんかもう3万円ぐらい両替したんですよね。今回2泊なのに。うん、でもよかったわ。どうせないだろうなと思ったんですよ。よかった。で、飛行機降りてからこの建物に入るんですけども、その時の入り口がね、現地民と、あと外国人で入り口が違うんですよ。で、外国人の方に入った人はドスコイだけでした。こんなとこ外国人来る人なかなかいないんだわ。で、今そこでいろいろ聞かれてね、まあ聞かれたことそのまま言っただけですね。別にまあ普通に行きましたよ。
で、ドスコイはね、このインパールを含むナガランド、この辺りナガランドって言うんですけども、この辺りは日本人と似たような顔の人がいっぱいいるっていうのをね、ネットで見てたんですけども、日本人というよりはまあ、さっきも言ったけど、モンゴルに近いような気がします。でもドスコイモンゴル行ったことないけどね。で、この空港からね、町を中心までまあまあ離れてるんです。歩いたら1時間半ぐらいかかるんですけども、その行き方なんですけども、聞いたら、さっきそのイミグレの人に聞いたら、バスはないって言ってました。バスあるって聞いたら、ちょっと笑ってたもんね。バスなんかあるわけないでしょみたいな。で、どうやって行くかっていうと、これね、オート。この前アンダマン諸島の動画出しましたけども、アンダマン諸島の動画でも乗りましたね。あとタクシーもあるって。まあ、オート乗っていこうかな。で、350ルピーぐらいで行けるってさ、聞いたんですよ。ぼったくってくるかなと思って。350ルピーだそうです。大体。I'm going to 3階コンチネント。Yeah. How much is it? $400. What? $350. I asked him. $350. Okay. $350. Alright. $350. Alright. Okay.今この人インド式の首ジェスチャーしましたよね。首横に傾けてうんっていうやつね。この人もどっちかっていうと日本人寄りの顔立ちなのにジェスチャーはインドっていうね。インドで生まれ育ってるから味わい深いね。いいもん見せてもらったわ。で、街並みはこんな感じなんですけども、インドっぽさがちょっと弱いような気がするんですけど、でもそもそもインドっぽさって何だったっけみたいな、ちょっとね不思議な気持ちになります。アンダマン諸島もこんな感じだった気がするしね。少なくともコルカタの旧市街を歩いてる時に感じるあの圧倒的な異世界感はないかな。で、このオートリクシャーの人と少し話したんですけども、この辺りマニプールっていうんですよね。マニプール州のインパールって街なんですけども、このマニプールは独立した国なんだみたいな、やっぱこの辺りはインドだけどインドじゃないみたいな話をしてましたね。で、この街にはインドから独立を画策する武装勢力とかもいたりしてね。その武装勢力がテロを起こしたりとか、いろいろと事件が起きてます。あと異なる民族同士の争いとかも絶えないそうです。ちなみにこれインパールの数少ない観光地カングラフォートです。この後行きます。はい、で着きました。今日泊まるホテル3階コンチネンタルです。このホテルイミグレで言ってもオートリクシャーの人に言っても、ああ3階コンチネンタルねってすぐ名前が通ったので、結構有名というか、このインパールの中ではまだいい方のホテルなのかもしれません。1泊6600円ぐらいですけどね。まあ、インドの物価では6600円でも結構いい方のホテルかもしれないですね。で、中はこんな感じ。綺麗ね。奥段差があってね。これ日本じゃやらないですよ、多分この段差ね。日本だったらこんなところに段差設けて、記憶力の弱い人が段差あること忘れてこけて骨折したらどうするんだみたいなこと言いそうじゃないですか。お客様は神様ですからね。で、基本的には綺麗なんですけども、シャワーがね、浴び始めて5分ぐらいすると冷たくなるんですよね。それがちょっとね大変でした。はい、で外に出てきたんですけども、今の気温なんですけどね、まあ半袖でもね一応いけるぐらいの気温ですよ。ちょっとひんやりするぐらい、長袖の方がベターって感じかな。ドバイとかはね完全に夏だったんですけどね。で、今回もね2泊してるので日程に余裕があるんですよ。だから皆さんにこの街を紹介する前に一旦全部街歩いてね、この街を把握した状態で紹介しようと思います。ちょっと今から歩きに行くわ、街の中心ね。でもやっぱり街並みは完全にインドだわな。インドだけども歩いてる人が東アジア系というかね、日本人みたいな顔の人が結構多いんですよね。まあ結構普通にインドした人もいますよ。いろんな人がいるんですけども、混血の人も結構いるかな。ちょっとインド色が弱いインドって感じかな。この方の方がやっぱり異世界感はあるかもしれない。東南アジアの色が強いインドって感じかな。でも女の人はね、まあインドの服、サリーとも違うのかな、サリーっぽい服着てる人は結構いますね。で、日本人っぽい顔なのにサリーを着てる人が結構いるっていう、面白いね。味わい深いね。で、普通インドだったら、ドスコイみたいな顔の人が歩いてたら、ん?どっから来たの ?Where are you from? 聞かれたりとかするんですけど、コルカタとかだったらね、ここは全く聞かれないですね。だって空港でも間違えられたもん、地元の人と。ほんとどこにいるのかわかんなくなるな。やっぱりね、人々の顔を見てるとちょっとモンゴルにいるような感じがするんですよね。で、それと同時に東南アジアの雰囲気もやっぱり強いし、で、インド感は弱いんですけども、ちょっと横向くと、牛くんがいたりしてね。あら、インドしてるね。で、後ろではなんかインドの音楽流れてるの聞こえます？インドの音楽流れてるんですけど。でね、比較的少ないけど犬くんもいます。おーわ、ちょっと待って、バイクにおしっこかけて、あ、何してんの、ちょっと何してんの、
ちょっと何やってんの犬くん。バイクにおしっこかけたついでに子孫繁栄ですか。めちゃくちゃですね。バイクにおしっこかけた後にふいって横向いて、あ、なんかいいとこにいるじゃんみたいな感じで襲いかかってましたよ。それメスの方も怒るわ。でもこの感じとかちょっとインドっぽいな。でも東南アジアっぽくも見えてくるというか、なんかよくわかんないわ。そもそもインドって何だったっけみたいな。で、東南アジアって何だったっけみたいな。で、わけわかんなくなってくる。で、モンゴルってみたいな。あ、エアテルあった。そう、シムカードずっと探してるんですよ。手に入れなかったから。あ、でもいいかも。でもみんな結構コート着たりとかして、なんか冬の格好してるな。うん、ひんやりするけど、半袖でいけるんだけどな。まあ、夜冷えるのかな。そう、デリーの空港、9時までSIMカード売りませんって言われて、買えなかったんですよ。だからちょっとSIMカード買いに行きます。ここね、日曜日はダメだって。月曜日はできるから、明日来たら多分入れるよって、多分って言ってたけど。まあまあちょっと、明日来るわ、じゃあ。はい、で晩ご飯食べます。で、この街、飲食店がなんか少ないんですよ、中心部ね。何個かあったんですけど、それもね、衛生がなんか不安な感じのとこばっかりだったので、もう泊まってるホテルのレストランに来ました。なぜかドスコイホテルのレストランは信用できるんですよ。かなりいい感じのレストランだな。びっくりしたわ。ちょっと高級そうですよね。で、値段なんですけども、420ルピー、だから800円ぐらい。だったら安いですよね。どういうの出てくるかわかんないけど。どれにしよう。ここだったら多分お腹壊さないでしょ。うわぁ、これ気になるな。ラスオニマトン、羊ですよね。マトンのカレーなんですけども、ガーリックとかいっぱい入ってるらしくてね。ただちょっと高い、600ルピーだから1200円。まあそれでもまあそんなにドバイに比べたら相当安いですよね。これ辛いらしいからね。こっちにしたわ。マトンホームスタイル。これもカレーじゃないのか、なんか焼いた感じかな。あとご飯頼みました。だから全部で700、800ルピーぐらいかな。1600円ぐらいする。まあまあな値段だけど、まあまあでも全然いい、全然いい。ドバイに比べたら安い。さっきライス頼んだって言ったんですけども、ナンに変えたんですよね。インドでナン食べたことないなと思って。で、ナンってね、インドであんま食べないって聞いたんですけど、メニューの中にあったからね、頼んだら、おーほほほほほ、ちょっと薄いかな、日本のやつと。四角っぽい。へー、もうちょっと違うね。油もさ、乗ってない気がするな。日本で食べるナンより、ちょっとふわふわ感が弱いとかあんまないけども、味はほぼ同じ。で、油があんま乗ってないですね、やっぱね。で、このカレー屋も普通に日本で食べるのと同じような。で、この羊、美味しいわ。ヤギやったっけ？ラム肉？美味しい。チキチキチキチタ。はい、次の日の朝です。で、またご飯で申し訳ないんですけど、これ朝ご飯です。このチャンネルもはや旅行チャンネルじゃないので、食べ物はさっと流しますね。今見えてるこの左側の丸いやつは、ドーナッツをメープルシロップに漬けたような味がしました。で、美味しかったですよ。まあ、あとはカレーと、カレー味のお米みたいなやつですね。はい、で、昨日行ったシムカール屋さんにもう一回来てみました。今日ならシムカール手に入るって言ってたからね。Oh, hello. Can I buy SIM card? SIM card? No? No?なんじゃそりゃ。人が違ったわ。昨日は男の人で、今いたの女の人だから。ノーとだけ言われました。まあ諦めるか。 SIM カード手に入らないわ。このインパールは外国人が少なすぎる。荒い羊くん。はい、ってことで、かわいそうな羊くんを横目に、あ、ヤギくんかもしれないけどね。インパールの街を歩きます。今インパールの街の北の端っこにいるんですけども、そっから順番にインパールの街の中心部を見ていきましょう。インパールはどんな街なのか気になりますよね。で、この辺りはどっちかっていうと電気街なのかな。携帯屋さんとか、あとさっき言ったようなSIMカード屋さんっていうかが結構あるんですよ。さっき言ったお店も多分外国人じゃなかったらSIMカード売ってくれたと思うんですよね。ちょっとインドってね、SIMカードの設定がややこしいんですよ、特に外国人は。で、なぜか昼間は日本人っぽい顔の人よりもインドした顔の人の方が、あ、今の人ちょっと日本人っぽかったけども、日本人っぽい顔の人よりね、インドした人の方がなんか多いように思うんですよね。なんでかな。夜の方がね、日本人した顔の人よく見かけるんですよ。昼間学校行ってんのかな。けどインドした人だって普通に学校行きますよね。ただ人種が違うだけなので、まあインドはカースト制度っていうのがあるからね、階級によっていろいろ変わると思うんですけども、人種によって階級が違うとか多分ないと思うんですけど、その辺詳しい人もし知ったら教えてください。で、この通り入り口になんか門みたいなのがあってね、まあ一応ここやっぱりショッピングストリートみたいなもんなんでしょうね。まあでも昼間は車がいっぱい止まってよく分かんなかったわ。夜の方が繁華街してます。で、振り返った先もずっと街が続いててね、ちょっとこの辺インドインドしてますよね。ちょっとバングラデシュも若干思い出すかな。ここバングラデシュも近いんですけども、で、やっぱり日本人した人はあんまりいないんですよ。もしかしたらエリアごとにインドインドした人が多いエリアと日本人した人が多いエリアと分かれてるのかもしれません。で、この辺りはインドインドした人が多いのかもしれないですね。で、まだ街は続きます。
いやーでも朝インド感増すな。インドインドした人の人口比率というかが多い気がするし、今見てもね、東アジアした顔の人いるけどちょっと少なめですよね。昨日の方が多かったように思いません？不思議ですよね。でまあ今ずっと道歩いてきたんですけども、ちょっとね左に曲がるとね、これこっからね、ほら車入れないようになってて、こっから先歩行者天国みたいになってるんですよ。これもちょっと歩いてみましょうか。そう、インパール歩行者天国あるんですよ。味わい深いですよね。アーケード商店街はないんですけど、歩行者天国はあるんですよ。でお店の前でこんな感じで路上で物を売ってる人がいるんですよ。これがこの歩行者天国の特徴かな。だから路上で物を売ってる人のその後ろにお店っていう、そのダブルラインナップみたいな、さあどっちで物を買う、今日は路上それともお店みたいな選択を常に迫られる、そんな感じの歩行者天国です。でなぜか飲食店がすごい少ないんですよね。でこの路上で物を売ってる人は結構食べ物を売ってる傾向にあるかな。ブドウとかありますよね。で後ろのお店は服屋さんとか携帯屋さんとかジュエリー的なものが売ってるお店が多いですよね。でインドでよくある屋台でよくわかんないスナック売ってるとか、あとチャイのお店とかね、そういうのも全然、そういう屋台みたいなお店も全然ないですよね。不思議だな。で今小さな通りに入ってきたんですけども、この路地に入るとアクセサリーとか、あと服屋さんとかが多いですね。でなぜかこの細い道の店員さんはみんなインド系です。東アジアの顔の人はね、店員さんとしては一人もいないですね。でその隣の通りはシティジュエリーっていう看板があって、まあ名前の通りジュエリーがいっぱい売って出るのかと思いきや、なんかそうでもないみたいな、結構いろんなものが売ってますよね。でなぜかこの通りは女の人が多いです。ってことはやっぱジュエリーのお店が、まあ、多めなのは、あ今ジュエリー売ってましたね。でジュエリーが多めのシティなのかもしれません。でこのインドの右の方、東の方に日本人みたいな東アジア系の顔の人が多い理由なんですけども、ここ昔はインドじゃなかったんですよ。この辺りだったらマニプール王国とか、でその隣はまた違うなんとか王国とかがあった地域でね、ブータンとかモンゴルに近い民族の人がずっと住んでる地域だったんですけども、まあ、ある日インドがやってきてね、インドが領土をめちゃくちゃ拡大してこの辺りをインドにしてしまったんですよね。まあ、当時はイギリスなんですけども、まあ、インドがここを無理やりこの辺をインドにしてしまったんですよ。だからインドなのにこういう日本人みたいな顔の人がいっぱいいる地域になってるっていうことですね。まあ、だからこそやっぱり独立したいっていう、自分たちは本来インド人じゃないんだっていう気持ちがあるんでしょうね。まあ、みんながみんなそう思ってるかどうかわかんないですけども、まあ、そういう独立したいっていう武装勢力もいるぐらいですからね。まあ、特に東アジア系の顔をしてる人はそういう風に考える人が多いんだと思います。でこの歩行者天国を歩いた先には、これなんかピンク色の建物出てきたでしょ、これ今マーケットです。このインパールの中心部にある数少ない観光地です。で今っていうのは何かっていうとね、お母さんっていう意味なんですよ。だからこのマーケットはお母さん市場みたいな意味なんですけども、ここ物を売ってる人が、店員さんが全員女性なんですよ。男性の店員さん一人もいないんですよね。面白いね。ちょっと中見てみましょうか。でもう中入ってますけども、さあ中見てみると、ほらみんな女性でしょ。しかもこの今マーケットで店員さんとして働いてる女性はほぼ全員東アジア系の顔じゃないですか。日本人に近い顔してますよね。ここ500年前から続く市場なので、なんかそれが関係してるのかもしれないですね。昔はインド系の人はこの街にはいなかったのかもしれません、歴史的経緯を考えるとね。でなんでここ女性しかいないかっていうとね、昔この地域ではラルプカバっていう強制労働のシステムがあったらしくてね、その内容が男性はみんなインパールの街の中心から離れた田んぼで農業をするか、もしくは戦争に行かないといけなかったんですよね。だからこの町の中心にあるこの市場は女性がやるしかなかったんですよ。だから女性しかいないのです。まあ、今はもちろんそういう強制労働のシステムはないんですけども、まあ、なぜか今もその名残で女性しかここは働いてないっていうことだそうです。ね、すごいでしょ、みんな女の人でしょ。なんで女の人だけなのかちょっとわかんないんですけども、まあそういうマーケットです。でここは衣類をどっちかというと売ってるところですけども、向こうの方にも建物あるでしょ。あっちは多分フルーツとか野菜とか売ってるんですよね。でもう一個こっちにもちょっと見にくい建物があってね、そっちはお肉とか魚とかを売ってますね。でその魚とか売ってるところもちょっと雰囲気違うので行きたいんですけど、その前にこれね、これなんかバザールというか青空市場というかがあってね、これちょっと歩きましょうか。ちなみにこれはさっき歩行者天国があったじゃないですか。それがねあそこなんですけど、こっちの通りなんですけども、歩行者天国の通りの横にこの青空市場みたいな通りもあるんですよね。こっちはまたね、まあ発展途上国してるというか感じで味わい深いので、ちょっとこれ先歩きましょうか。はい、で左になんか面白いおじさんいますけども、後で出てきます。青空市場を歩きます。
まず右側、靴めっちゃ売ってますね。もうめっちゃ売ってる。それ以外感想ない。まあスーパーで買うのとかよりは安いのかな。てかこの街でスーパー一回も見かけなかったですけどね。で、左の方にもなんか色々と、もう何屋さんかわからないです。ちょっとここインドっぽいですよね。今までの景色はあんまインドっぽくなかったけども、まあインパールはインドっぽくないのがまあ魅力の一つではあるのでそれでいいんですけども、やっぱインドっぽい景色も見たいですよね。で、なぜか青空市場を歩きますって言っておきながら、青空市場っぽい屋根がないところあんま映しないんですけども、まあ左に見えてますね。で、ここね、お店構えてる人だけじゃなくて、こうやってもう歩いて物売る人も結構います。これはどういうことなんだろう。なんかずっとねこうやって物をこうやって売ってるんですよね。で、向こうには綿菓子売ってる人もいます。ちょっと綿菓子売ってる人見に行く。あ、この人もね路上で売ってるんですよ。この人ね綿菓子ずっと、綿飴ずっと売ってるんですよね。これ結構インパクトありますよね。じゃあ自分でお店を持てなかった人なのかな。こうやってね売ってるんですよね。誰も買ってないけど、こういうのもカースト制度とか関係あるのかな。ちなみに今インドではカースト制度は禁止されてるそうです。なんですけども、まだやっぱり根強く社会にはそのカースト制度の概念が残ってるそうです。まあそう簡単に人間って変わらないですよね。なんだかんだ言っても人間はまだまだ動物です。犬とか猫とそんな変わりません。さっきバイクのおしっこしたついでに子孫繁栄してるワンちゃんいましたけども、あれとほとんど変わりません。あ、これインド人がって言ってるんじゃないですよ。人間はみんな動物です。ドスコイはそう思っております。で、今マーケットはさっきのピンクの建物とか青空市場だけじゃなくて、さらに横にもこんな広い空間広がってるんですよ。ここもまあ女性ばっかりですよね。男性のお店もなんか一部ありましたけどね。で、さっきのところは衣類とかあと包丁とか売ってましたけども、ここは食べ物売ってますね。で、なんかイートインみたいな感じで食べれるところもありました。だからこの街あんま飲食店がないんですけども、まあなんか食べたいならこの市場に来て食べろってことですかね。ただ日本人のドスコイはここで食べるとお腹壊すだろうな。ほんと残念です。日本人に生まれる最大のデメリットじゃないですか、海外でご飯食べてお腹壊しやすいの。ちなみにこの市場客引きほとんどないです。だ、観光客が少ないんだろうな。いやー面白いね。なんかどこにいるのかほんと分かんなくなるわ。顔つきはモンゴルっぽいしね。で、街並みもインドっぽさもあるけどちょっと違う気がするし。で、この特にこの市場の中ですよね。がすごいその昭和20年代とか10年代っていうかね、めちゃくちゃ昔の景色を見てるような感じがするし、面白いね。皆さん来てくださいね、インパール。で、この市場とかあと歩行者天国エリアからさらにね、この道、このでっかい道を挟んだ先もね、もうちょっとお店があるんですよ。ちょっと雰囲気変わるんですよね。そこもちょっと見ていきましょうか。はい、でっかい道渡ってきたんですけども、こっち側渡ってくるとなんかね、メディスン、薬局なのかな、なんかね薬を売ってるんですよね。ほらこれね、メディスンって書いてあるでしょ。で、逆の方向向いてもこっちもなんかメディスンっぽいんですよね。ちょっとこっち側真面目ゾーンしたってあれですけども、本屋さんがあったりとかね。この後ちょっと歩いていくと本屋さんが左の方にほらあるでしょ。これオリエンタルブックデポットとかね、ちょっと薬とか勉強とか真面目ゾーンっていうか、薬と勉強真面目ゾーンってあんま言わないと思うんですけども。で、また再びサムスンとか携帯屋さん、電気屋さんですよね。ほんと多いインド。まあ中国とかもそうかもしれないけど、電気屋さん多い。どこ行っても携帯売ってるけどSIMカードは売ってないっていうね。なんでやねん。まあ外国人向けのSIMカードはないと。外国人いないからね、この街で。ここで急に今ベーカリーって言ってパン屋さんが出てきてね、おお食べ物売ってるってなりました。それぐらい珍しいです、中心部ではね。郊外行ったらもうちょっと飲食店あるんですけども。はい、まあ街は以上かな。ちなみにこれパブリックトイレここにあったんですけども、これ有料で5ルピーでした。だから10円ぐらい、まあ、10円だったらむしろ払いたいですよね。で、あ、最後にね、こっちの方に町の端っこにね川が流れてて、こっち川が流れててね、その先、その辺りもちょっと町があるので、最後それ見ましょう。これね、今こっち側にさっきから言ってる町がずっとあったんですけども、都心というかがあったんですけども、その横にこう川が流れててね、でその川沿いのこっち側にもちょっとこうお店が並んでるんですよね。車がいっぱい走っててね。でもこのお店群の向こう側はもう普通に住宅街って感じかな。ちょっとその住宅街も歩きます。昨日歩いててね、ちょっと味わい深かったんですよ。はい、ってことで路地の方に入っていきます。この路地に入るとね、レンガレンガしたってちょっと表現おかしいんですけども、レンガ作りの壁が多くてね、なんかねここ歩いてると味わい深いんですよ。特に夕方に歩くと気持ちいいです。で、この話ちょっと触れようかどうか迷ったんですけども、まあインドではタブーとされてない話だそうなので、ちょっと触れます。あのね、まあこの動画でさっきからドスコイはこの街とかこのインドの右の方に日本人みたいな
みたいな顔の人がいっぱいいるって言いましたけども、そういう方々はね、このインドの右の方以外の地域、コルカタとかね、あとデリーとかムンバイとかに行くとね、差別されるそうなんですよ。でその理由は定かではないんですけども、この辺りの地域ってね、インドの中でも遅れてる地域とされてるんですよ。で実際にそれも、まあ、間違いではないというか、この辺りの地域は地理的にも他のインドの町とかろうじてつながってるみたいなところなんですよ。地図で見るとわかるんですけども、ドスコイがいるこの右の方の地域はね、他のインドの地域とこの細いここでかろうじてつながってるんですよ。でここどれぐらい細いかっていうとね、この幅20キロしかないんですよ。で特に今ドスコイがいるマニプール、インパールがあるマニプールは最寄りの大都市コルカタとの間にバングラデシュが広がってるからね、それを迂回するように北の方をぐるーって回っていかないと陸路では移動できないんですよ。そういう移動の困難さもあって発展が遅れています。でもそれにしてはね、今日ドスコイこの街を歩いてみてね、結構栄えてるなって思いましたけどね。まあでもそういう遅れてるイメージがある地域から来た人っていうのは結構差別されたりとかがあるんですよね。他の国でもあるんですよ。タイのイサン地方とかでね、バンコクに行くと、あ田舎者って言ってバカにされたりとか、そういうことがあるんですよね。まあさっきも言ったように、人間はまだまだ動物なのでね、そこはもうどうしようもないんですよ。こんな調子だから戦争はいつまで経ってもなくなりません。人間はまだまだ進化が足りないのです。はい、ってことで街は見終わったので、次は観光地に向かいます。さっき今マーケットってところ行きましたけども、それともう一つ観光地があるんですよ。この動画の最初の方で見せましたよね、カングラフォートってところです。ちなみにこの街は中心部はね、歩いてると飲食チェーン店、世界的な飲食チェーン店、マクドナルドとかケンタッキーとか全く見かけないです。あと外国の食べ物屋さん、日本食レストランとか中華料理とかね、全くないですよね。ハンバーガー屋さんもないからね、不思議ですね。でこれ見る限りね、これオートリクシャーですけども、インパールトゥー嘘一歩切ってなんか書いてあるでしょ、なんか路線オートリクシャーみたいなのあるっぽい。路線バスじゃなくてね、路線オートリクシャーかな。これ全部なんか行き先書いてますもんね。これを外国人が把握するのは無理だな。ネットにも情報出てんのかなこれね。はい、ってことで着きました。これがカングラフォートです。まあこれ入り口ですけどね。まあこれがインパールの中心部に唯一ある観光地ですよね。ちょっと行ってみましょうか。ちょっと待って、 Today closed って書いてあるなんでなの、今日月曜日ですけど、月曜日休みなのかな。どんな人であっても入場料は払わなきゃいけないですよって書いてますね。でもなんか空いてるけどな、ダメなんだ。じゃあ明日来るか。どすこい明日夕方の飛行機なんですよ。だからなんとか行けると思うんですけどね。でまあ値段はこんな感じ、まあめっちゃ安い。フォーリンツーリストでも100ルピーだから200円ぐらいかな。全然払うわそんなの。今中の警備員の人に聞いてみたら、朝の9時に開くって。じゃあ明日9時に来るわ、今日は撮影終わり。ロクタクレイクってところね、行きたいんですけど、唯一の観光地なんですけどね、絶対行くべきらしいんですけど、1時間かかるんですよ。めんどくさいですよね観光地興味ないからね、あんまね。で今聞いたらね、ロクタクレイクまで2000ルピーって言われたわ。だから4000ぐらいかな。結構高いですね。それはまあ1時間かかるから、まあまあ妥当な値段、まあ全部ボッてきてると思うけど、本当は3000ぐらいで行けるのかな。でも高いですよね。で多分ね、そんな普通に湖があるだけなんですよ丸くなる湖があるだけなんでね。ちょっとすいません、ちょっと誰か他の旅系 YouTuber が行ってくれると思うので。ここね、紛争が時々起きるんですよね。だからかわかんないけども、銃を持った警察か軍のしかわかんないけどがね、ところどころに立ってます。やっぱここ平和そうに見えるけども、やっぱり危ない時は危ないんだな。外務省の危険情報ではちょっとね、できれば行かないでくださいみたいなこと書いてあるんですよ。でホテル戻ってきてちょっと調べたんですけども、ここ Wi-Fi あるからね、なんかねモールがちょっと集まってるところが北の方にあるみたいなので、ちょっと行ってみようかな。そこ新都心なのかな。新都心まで行かないかもしれないけど、あとねポロっていうね、まあスポーツがなんか欧米で有名なスポーツがあるんですけども、それの発祥の地らしいんですよ。その中グラウンド運動場があるらしいんですよね。でもまあそんなの見てねえ、ポロなんか知らないでしょ、どっちかも知らなかったし、それの発祥の地って言われてもなんとも、はぁとしか言えないですよね。あとね、日本食レストランがあるんですよ。それ行こうかなと。待ってこれちょっと、もう一回出かけます。3日ぐらい前にね、ドスコイドバイにある砂漠のど真ん中にある集落に行ったんですけども、なんかね、何も思わなかったんですよ。で、その理由がね、多分、インドも結構砂漠の集落っぽいからかなと、今思いました。なんか、砂漠っぽいですね、これね。全然砂漠じゃないのに、ほら、砂とかいっぱいあるしね。なんか砂がめっちゃ舞ってるし、なんか不思議ですよね。なんで砂漠じゃないのにこんな砂漠っぽくなるんだろう。あ、見て、なんかバスみたいなのがある。あれは長距離バスなのかな？見てもわかんないけど、あとこっちにね、
バス停みたいなのもあるんですよ。どういう風になってんだろう。 Google マップには全く情報出てこないです。バススタンドっていうのがあるっていうのが出てくるんですけど、あ、またバスあるわ。グリーンバレーって書いてあるけどな、これ何なの。あれは何て書いてる、ちょっと分かんないわ。見て、フォーレバー21ありますよ。世界的なチェーン店見たの初めてだわ。なんでこんな中心から若干離れたところにあんのかな。で、まあこの辺がね、さっき言った新都心なのかなみたいなエリアです。まあでもこの辺はまだちょっとそうじゃないのかな。もしと向こう行ったらモールみたいなのがあるっていうことなんですけど、 Google マップ上ではちょっと行ってみようか。で、そのモール行く途中になんかスーパーというかコンビニみたいなのを見つけたから、ちょっと中に入ってみます。これ珍しいんですよ。一応なくはないんですけど、あんまないですよね。で、中に入ってみると、まあ普通のキットカットとかはあるけども、まあ普通に、まあ欧米のものを中心に置いてある感じかな。インドで作ったものもいっぱいあると思うけどね。で、東アジアみたいな顔の人が多いから、ちょっと日本とか韓国とか東アジアのものが置いてあったりするかなと思ってみたけども、ちょっと韓国のラーメンみたいなのはあったのと、あとポッキーがありましたね。あんまりこの辺りの人たちは日本とか韓国に親近感を感じるとかそういうことはないのかな。どういう風に思ってるんでしょうね。はい、ここでウェットティッシュ買いました。120ルピーだから240円ぐらい。まあそんなもん、ちょっと安いぐらいかな。あ、見て、ケンタッキーある。うわー、すごい。ケンタッキー食べようかな。なんかインドってね、中心部にあんまりこういうのはなくて、ちょっとその中心から離れた新都心的なエリアにこういうね、ケンタッキーとかマクドナルドとか世界的なチェーン店があったりするんですよね。で、ここインドは牛食べちゃダメだから、鶏がメインのケンタッキーは有利ですよね。で、さっきからドスコイがモールモール言ってるのこれでした。どこがやねん。 Google マップでモールって入れると出てくるんですよ。で、写真見てもね、なんかちょっとモールっぽい画角から撮ってるんですよ。だから勘違いしました。はい、ってことでね、この近くに日本食レストランがあるみたいなんですよ。ミカサっていうね、ちょっとそこに向かいます。牛くんも一緒です。一緒に牛丼でも食べるんかーい。なんか合流したわ。あんまりインパールでは牛がその辺にいるってことないんですけど、なんか珍しいな、めっちゃ牛が行列なして歩いてるわ。あれ、道がないぞ。通せんぼされてるぞ。なんでこの車も困ってます。Google マップでは通せんぼしてないように書いてあるんですよね。ちなみにこれ大学っぽいです。カレッジって書いてあるけどね。さっきから学生がいっぱい歩いていくんですよ。ほら、歩いてるでしょ、学生で。その学生もインドっぽい顔してる人もいれば、ドスコイみたいな顔してる人も結構もうごちゃ混ぜですね。はい、ってことで着きました。インパールにいくつかある日本食レストランの一つ、ミカサでーす。ってやってへんのかーい。もうケンタッキーでいいわ。これ見て、その紛争と関係あるかどうかわかんないけども、 How long government support terrorist NSC、 ちょっとこれわかんないけど、どんだけ政府はテロリストを支援するんだみたいなことが書いてありますね。2019って書いてるわ。Google マップにはやってるって書いてあったんですけどね。で、よく見たらこのケンタッキーの入ってるビル、ちょっとモールっぽいですね。全くモールじゃないんですけど、いろんなお店が集まってて、階段で上がっていろんなお店行くみたいな、なんていうの、モールもどきというか。ちょっとケンタッキー行きましょう。おお、めっちゃ綺麗、めっちゃ近代的。いろいろあるね。ツイスターとかもあるね。どうしようか。ハンバーガー。で、このケンタッキー、手を洗うところはあるんですけど、トイレはないって。そんな飲食店ある？トイレない飲食店って存在するんだ。ツイスターはないって言われたから、このライスコンボってやつにしたわ。ライス、おう、ビリヤニみたいなのが入ってるのかな、これ。美味しそうです。めっちゃカレーの匂いする。完全にカレー味のライスですね。で、中ちょっとなんかカレーのルーが結構入ってる感じですね。まあまあインドらしい味だわ。で、コーラ、氷入ってないの嬉しいですね。氷入ってると、それが溶けると、その氷の使ってる水自体が汚染されてる可能性、ケンタッキーでもあるのでね。美味しかったわ。でもまあやっぱり日本のケンタッキーの方が美味しいな。これに261ルピーだから500円ちょっと、まあ安いけどね。はい、またご飯の映像で申し訳ないんですけども、旅チャンネルじゃないのにね。もはや今日の晩ご飯はエッグカレーとバターなんです。全部で600円、昨日の半額です。マトンカレーにしないだけでだいぶ安くなりました。で、この生野菜は熱いカレーで消毒して食べました。チキチキチキチタ。はい、次の日の朝です。はい、今日は空いてます。よかった、ギリギリ行けて。はい、チケット買いました。外国人は100ルピーでしたか、200円ぐらいかな。で、なぜかジャパンって言われて、あ、ジャパン、なぜか国籍確認されました。なんでだろうね。はい、じゃあちょっと入館
しよっか。はい、敷地内入ってきました。なぜかチケットの確認されなかったわ。なんで？で、ここに地図があるので説明するんですけども、説明するほど何も調べてないんですよね。さすがに観光地だからね、あんま調べてないんですよ。で、まあ今どすこいここから入ってきてね。で、入っていくと、まあここになんかポログラウンドあるみたいですね。ね、ポロの発祥の地ってさっき言いましたけども、このカングラフォートってところの中でも、ポログラウンド見れるんですね。あ、よかった。昨日遠くまで歩いていかなくてよかったわ。で、あとなんかいろいろ、あるみたいですけども、何なのかさっぱりわかりません。これお城の跡なのかな？ちょっと調べてナレーションに入れとくわ。あ、入り口からちょっと入ったところでチケット確認あったわ。あのおじさんね、チケット確認してるわ。半券切られました。ん？うわ、見て。めっちゃ緑。エメラルドグリーン。なんで？インドなのに？水汚いはずなのに？ここは綺麗にしてんのかな？それか着色してる。めっちゃ綺麗じゃない？あのね、ここ昔存在したマニプール王国って王国の、まあ、宮殿、まあ、お城みたいなところなんですけども、そのお城で一番まあ、偉かった人が、イブテフイペキディギギンナみたいな、そういう名前の人だったそうです。で、まあ、息子になんかそれを継がせたいみたいなことがあったけど、なんかいろいろあって、なんかなんといろいろあったみたいなことが書いてあります。なんか細かく書いてあるわ。いろいろあったんですね。マニプール王国もね。で、歩いてたら神聖な何かがあったのでちょっと行ってみます。何でしょうねこれ。まあ何らかの神様ですね。靴はちゃんと脱ぎました。すいませんね、なんか観光になった途端に解像度が下がっちゃってね。本当にね、街はめっちゃ興味あるんですけど、観光本当あんま興味ないんですよね。なんでそれで旅系 YouTuber やってんのって話なんですけども、まあチリ&街系 YouTuber ですね。で、ポログラウンドがあるってさっき言ったでしょ。そこに来たんですけども、確かになんかポロってなんか書いてあるんですよね。あ、じゃあ行ってみようと思って行くことにしました。で、行くんですけども、ポログラウンドってこんなセメントで舗装されたところでやるのって思ったらね、お前何やってんだって言われて、ここ立ち入り禁止だって言われて怒られました。じゃあ書いといてよ。全くそんなこと書いてなかったけど。てかポロどこ行ったの？なんかヘリパッドに変わったらしいです。はい、でまた地図があったから見てるんですけども、さっき言ったポログラウンド、ヘリパッドって書いてあるよ。ポログラウンドちゃうんかーい。まあ、昔ここにポログラウンドがあったんでしょうね。今はヘリポートルとして使ってるそうです。で、あと、まあ、ここにいろいろと説明が書いてあるのでね、気になる方はちょっとこれ止めて読んでください。いろいろ書いてありますよね。これと、まあ、あとこれ、うん。マニプール王国のことが書いてあるんでしょうね。で、この謎の生き物の像の横に説明が書いてあるから読んでるんですけども、ここなんか、ヌンゴイビっていうのかな？これ、ヌンゴイビっていうらしくてね、ここで、ビヘレッド&ブリー、打ち首にされて殺されたみたいです。なんか、5人のイギリス人が殺されたところらしいですよ。で、結構、ちょっと、縁起が悪いというかね、なんかそんな場所に見えないですけども。で、あと、この敷地内には、こういう植物園みたいなのがあってね、で、まあ、こういう、まあ、お花が咲いててね、ああ、綺麗だな、みたいな。で、右向いてもなんかずっと広いですよね。で、あの、トイレがあってね、そのトイレが値段がね、これ、有料なんですけども、10ルピー。おしっこも、便器も10ルピー。大も小も10ルピー。って書いてあるんですよ。これ、大と小分けて書く必要ある？今まで大と小分けて書いてあるの初めて見ましたよ。しかも、大も小も同じ値段だし、うちは大も小も同じ値段で提供してやってんだみたいな、そういうアピールなのかな。で、なんか謎の別荘の跡みたいなのがあってね、まあ、建物あるんですけど昔使ってたのかな。あとお墓みたいな謎のお墓もありました。何のお墓かちょっとちゃんと読んでないです。これなんか椅子がいっぱいあって観客席みたいになってますよね。多分これ光のショーみたいな夜にするんじゃないかな。皆さんもし来るんだったら夜に来てくださいね。どすこいはちょっと今日はもう帰りますけども、でもこれ最近やってないんじゃない？もうボロボロですよ、これ。いける？これ。床抜けるでしょ、これ。怖っ。やってないよね。だいぶ汚いですもんね、椅子もね。でも帰ろうと思って歩いててね、右向いたら、あれ？みたいな。なんかインドインドしたものがあるぞ、と思って行ってみたらありました。インドらしい何かでーす。インドインドしてます。ムンバイに確かインド門ってあったと思うんですけども、まあそれと全然違うけども、なんか若干建物の感じが、それを思い出す感じがしますね。いや、なんかインパールに来て一番インドっぽいものを見たような気がします。こういう建物がね、インパールあんまないんですよ。まあ地理的にね、やっぱインドだけどインドじゃないところなのでね、名実ともにね。まあそれはそうです。ですよね、ほぼミャンマーですからここ。あ、これリクシャーの人に聞いたんですけども、この辺りの人々はマニプリ語っていう言葉を話しててね、その言葉はベンガル語とも全然違うし、ミャンマーの言葉とも全く違うそうです。で、調べてみたらチベットの言葉、チベット語に近いそうです。まあ、人種的にもそっちの方から来た人種ですもんね。いや、味わい深いね。
でね、ポログラウンド、これの可能性あるわ。さっきのヘリポートっていうやつ、この向こうなんですけど、こっちになんかまあ、ポログラウンドってどう、ポロってどういうものか知らないけど、まあなんかこういうね、ポロポロしてるんじゃないですか。はい、で、近くに博物館があったので、それも来てみました。一応この街はね、インパールの戦いっていう、まあ日本が戦時中にね、無謀な戦いをしたところでもあるんですよ。だからなんか日本に関係ある展示とかあるかなと思ってきました。で、入場料は100円です。安っ。で、なんかね、カバンは持ってけないみたいで、中には。預けないといけないみたい。預けました。これ14番。怖いな。なんか、盗まないよな。大丈夫だな。でね、中は撮影禁止でした。一応中に行った人にも聞いてみたんですけども、笑顔で NO って言われました。中撮影禁止だったので撮ってないんですけども、まあ基本的にはなんかこの辺りではこんな生き物がいますとか、あと昔こんななんか石と槍のね、なんかこういう武器で戦ってましたとか展示が多いんですけども、あとアートとか飾られてるんですけども、中にね、日本に関する展示がちょっとだけあってね、あの日本から送られたなんか日本人形みたいなのが3つぐらい置いてありました。まあ以上ですけどね、インパールの戦いに関するなんか展示はなかったと思うんですけど、どすこいの理解、あの一応頑張って理解しようとしたんですけどね、一応まあ日本に関する展示も一応あると、だからまあ見に来る価値はあるんじゃないかな。100円ぐらいですからね、日本人形見に来てくださいよ。で、どすこい明日ノーパンなんですけども、まあ、ノーパンはいいんですけど、ノー靴下はちょっと耐えられないというかね、ちょっとね、裸足で靴履くのはちょっとなと思ってね、靴下探してるんですけど、ないよな。靴は売ってるんだけど、めっちゃね、めっちゃ靴って言うけど、靴下セットでまあ売ってないよな。靴と靴下また全然違うよな。あ、あった。靴下。売ってる靴下。え、どうしよっか。でも、おっちゃん、こっちもめっちゃ売ってるけど、靴下。あ、excuse me. Can I buy socks? Socks? Yeah. Which one? This is for children. Children? No adult. No, okay.Hey, can I buy socks? My, this children? 英語通じないわ。Hey, can I buy socks? Is this for children? No. adult? No, children. No adult. Okay. This is an adult? Big one? Okay.But, 14. 140. OK, じゃあこれにしよっかな。これ履けるかな。まあ、ある程度、まあ、ギューって突っ込んだらいけるか。絶対これも子供用だと思うけどな。高校生ぐらい。まあまあまあ、いい思い出にね。持って帰る日本にね。Can you go to the airport? Airport. By two. By two. Now? Okay. How much is it? By two, na, yeah. Also, the tinsu de na. How much?Money? Money? 300? Okay. Thank you. はい、ってことで空港に向かいます。で、最後にこのマニプール、インパールとかマニプールについて喋りたいんですけども、この辺りにはキリスト教をメインに信仰する民族と、あとヒンドゥー教をメインに信仰する民族がいてね、その2つの民族がめちゃくちゃ揉めてるんですよ。で、紛争が絶えないそうです。で、このオートリクシャーの人ね、さっき300ルピーって言ったじゃないですか。ちゃんとその値段で行ってくれるんですよ。急に高い値段を請求したりとかね、しないんですよ。てか、行きより安いのはなんでなんやーって感じですけど、まあまあまあ、それはいいです。はい、空港着きました。着いた時あんまり空港見てなかったですけども、これね、インディゴエアの、まあ、チケットを買うところなのか、チェックインするところじゃないと思うんですけど、チケット買うところがあるのと、あとあっちもなんかあるな、エクスプレスなんとか、っていうのもあるわ。あと飲食店がなんか2つか3つぐらいありますね、向こうにね。けど多分両替所はないのと、あと SIM カードってところもないですね。未だにドスコイオフラインです。で、 Wi-Fi も今のところここで今 Wi-Fi 探したらなかったです。中入ったらあるのかな。なさそうだな。はい、なかったです。一応スタッフの人に聞いてみたら、 Wi-Fi って目を丸くしてましたね。はい、で、インディゴエアに乗り込みます。なんかめっちゃバリアフリーでね、車椅子の人でもそのまま上がれるボーディングブリッジですね。こんなの初めてです。ちなみにこれコルカタ行きです。帰りはコルカタ経由です。で、機内はこんな感じ。青いね。インディゴ、インディゴしてるわ。ほんとこのインパール、インド国内からは結構簡単に来れるので、もしよかったら行ってみてくださいね。まあ、グワハティの方が若干航空券代は安い傾向にあるみたいです。
みたいですけども。まあ、グワハティでアッサムティー飲むのも優雅でいいんじゃないですか。紅茶ならお腹壊さないでしょう。で、コルカタ着きました。で、ラウンジです。プライオリティパスありがとう。で、コルカタからは直行便で大阪に帰るんではなく、シンガポール経由です。すごいこの1週間ちょっと前にシンガポールにいたんですよね。で、マレーシアのジョホールバルに渡って、で、動画撮ってて、クアラルンプールからドバイに飛んで、で、ドバイからデリー、で、グワハティインパール、で、コルカタでシンガポールってね、今、一周回ってきました。何やってんの？どんな生活してんの君は。LCC 環状線かーい。あ、エアインディア途中乗ったけど。で、シンガポールの空港のラウンジでシャワー浴びようと思って入ったんですけども、なんか意外とシャワーあんま綺麗じゃなくてね、なんかチャンギ国際空港ってめちゃくちゃ綺麗だから、ラウンジのシャワーも綺麗かなって勝手に思ったんですけど、そんなことなかったです。で、インパールの青空市場で買った靴下を履いて、で、ノーパンで出発です。意外とこれ普通に履けました。子供用だと思うんですけどね。ノーパンで歩くチャンギ国際空港はいつもと違う感じがします。まあでもノーパンは絶対バレないからね、絶対にバレないから。でバレたって別にだからって感じですからね。空港ではパンツを履かなきゃいけないっていう法律はありませんからね。はい、ってことで次はスクートに乗ります。それ LCC 環状線とかやってたら下着も底をつきますよ。でその結果ノーパンで帰国、そりゃそうです。さ、日本の気温はどうかな。寒、まだマシだけど、でも昨日はね、今2月21日ぐらいなんですけども、昨日めっちゃ暖かかったらしいんですよ。でもドスコイが帰ってきた途端に急に寒くなってんですよね。なんで？しかもドスコイノーパンですよ。下半身も寒いわ。はい、じゃあ終わりです。インパール面白いマシでしたね。ドスコイ X やってますからね。さようなら。インスタもやってますから一応ね。最近ね、こののどかラウンジのカルボナーラが日本を代表する料理になってるんですよ。なんでかっていうと、海外から帰って一番最初に食べるのがこののどかラウンジのカルボナーラだから。あ、ちなみにここはプライオリティパスを持っていると到着便でも使えるラウンジです。はい、ってことで以上です。さようなら。あ、インパールに詳しい方もしいたらコメント欄で教えてくださいね。あとドスコイ X やってますんで、フォローしてくださいね。チャンネル登録も。